日本初在日コリア人の通名研究所在日通名大全、ついにね今発売中です。下の概要欄のアドレスから Amazon の販売ページに行けるので、そこで書籍版電子書籍版両方とも買えます、ぜひご覧になってください。でこの本についてなんか変なことを言われるんですよね。また次元社がねまた変なことを画策していると、全国ブラック調査で懲りてないんじゃないかとかね、あとはこの本もなんか発禁になるんじゃないかとかね、そんなことを言われるし、また一方でですね、この在日というのはね、この通名を使ってこの脱税したりね借金踏み倒したりしてると、だからそういう実態を暴いてくださいとか、そんなことを言われるんですよ。いやこの本そういう本じゃないんでって言ったら、あもう見損ないました、もうブロックしますとかね、もうチャンネル登録解除しますとか、そういう人もいるんだけども、いや本当にそれは困るんですよね。誤解しないで欲しいんだけども、この本っていうのは本当にそういう本じゃないんです。通名っていうのを真面目に研究した本なんですよね。だから別にこの名字だからこいつが在日だとかそういう本じゃなくて、この名字は、韓国朝鮮の、まあ、この姓が元 でこういった一族 でその一族のね最初の人が、まあ、こういう伝承を持ってるから、そこから漢字を取ってこういう通名にしたんだよって、まあ、そういう本当真面目に書いてある本なんです。あとね、姓創始改名、創始改名って分かりますよね。まあ、朝鮮半島が日本に統治されてた時代に、まあ、韓国名から日本名を名乗るようになったんですよね。そういう経緯とか、そういうのもかなりね真面目に説明してあります。でここでねなんか2つ両極端の誤解があるんですよ。1つは創始改名によって、朝鮮の人々はもう強制的に日本名を名乗らされて自分たちの文化を失ったとかね、もう一つ別の極端の話は、そのね日本人になりすましてね、このずるい利益を得るために朝鮮人は日本名を名乗ったんだっていう、まあこの両極端のねこの誤解があるんです。でそれについてもね、これはちゃんとね本当説明してあるんです。ちょっとね創始改名について説明するとですね、創始改名、これは漢字の意味としては死を作って名前を改めるっていうことですね。ここで誤解してはいけないのは、創始という方が義務なんですね。で改名っていうのは権利なんです。だから改名ってしなくてもよかったんです。だから朝鮮半島の人たちが無理やり、日本名に改名させられたっていうのは、まあ、まず事実じゃないわけです。改名っていうのはこれは自由だったんです。改名してもしなくてもよかったんです。で創始ってありますよね。創始っていうのは、まあ、名字を作るっていうことなんだけども、創始ってあるように、朝鮮のこの名字を無理やり変えるっていうんじゃなくて、新たに日本の名字を作るっていうことなんですね。だからこれもね、なんか無理やり改名させるっていうことではないんです。で例えばその、まあ、別にね役所に届けを出さなかったら、その朝鮮の姓、例えばキムさんバクさんっていうのはそのまま日本の名字になったんです。まあ今でもそうなんだけども、戸籍にはその読み方ってないんですよね。名前の読み方ってないんです。まあもうすぐね戸籍制度が変わって読み方が含まれるようになるそうなんだけども、まあとにかく、まあ、現時点では、まあ、当時も読み方ってはないんで、まあ、パクさんだったらボクさんって呼んだり、キムさんだったらキンさんって呼んだりとかね、それは自由なわけです。だからそこはまず誤解しちゃいけないっていうことですね。あとは、まあ、日本人になりすまし、うんぬんとかいうことはですね、まあ、副次的なことというか、まあ、確かにそういうこともあるんだけども、まあ、そのあたりの経緯も複雑なんですよ。まあ、もともとね、朝鮮半島では、姓を持ってない人っていうのも結構いたんですね。それで創始改名の時に、まあ、初めて自分の姓を持つようになったっていうような、そういうケースも結構多いんです。やっぱりね、昔はその朝鮮の人は日本に憧れてたっていうこともあったんですよ。まあ当時ね、日本イケイケの状態でしたから、もう日露戦争に勝ってね、まあそういう時に、まあ、日本人の有名な人の名前を取って伊藤とかね、そういうのを名乗ったっていうような、そういうこともあったわけです。だからそういうこともね、かなり真面目に解説されてます。だから結構ニュートラルな本です、ハッチ氏って。まあ一つ言われてるように差別助長するような本ではないし、でなんか朝鮮人がその日本人になりすましてどうこうっていう、そういう本でもないです。そのだってね、そのなりすましうんぬんだったら、そんなわざわざね自分の先祖の由来の
名字を選びますかっていうところなんですよね。じゃあ逆にいやいや改名したっていうんだったら、じゃあなんでそこでね、ここまで創意工夫を加えて改名するのかっていうことですよ。それはやっぱり強制的にやらされたわけではなくて、自主的にやったっていう面も相当大きいわけです。ただもちろんその創始というものが義務だった、強制だったっていうのは事実なんです、それは。ということで、そのあたりが大変ニュートラルに解説されてる本なんで、まあこの動画のね、まあ八師で皆さん気がついたと思うんだけども、この動画のタイトル、あのサムネイルとは全然関係ない話をしてます。まあ八師ってね、このタイトル、このサムネに釣られるような人に読んでほしいわけです、この本をね。なんというか極端な考え方を持つっていうのはやっぱり良くないし、やっぱ正しい知識を持つっていうことは非常に重要なことなんで、いや本当にね、この本がですね、この日本と、まあ、コリアのですね、友好にね、役立てていただければいいと思ってます。本当にこういう本ですよ、これは。ということでね、何度も言いますが、この見出し、このタイトル、このサムネに釣られた人こそこれを読んでですね、もうちょっと頭の中をクリーンにしてほしいと思うんですよね。なんか変なね、こだわりがある人がいるんですよね。なんか今日もなんかコリア国際学園になんか放火してたみたいなニュースがあったけども、だからなんかね、その陰謀論的なもの、とにかくね、なんか極端な考えというのはね、広まるっていうのは良くない。本当にこういう正しい知識を持って、この通名というものの奥深さというものをね、ぜひ皆さんに知ってほしいと思います。ということでね、改めてこの在日通名大全のご紹介でした。